三、二、一。はい、今シーズン。ちょっと待ってください。おはようございます。あ、おはようございます。はい、今日はベンダラメ選手が、はい、に朝お会いできました。今シーズンいかがだったでしょうか、ベンダラメ選手。今シーズンは僕たちも大変だったんですけど、ファンの皆さんもすごく大変だったと思います。アウェーで試合がなくなって。どういう気持ちだったんだろうなと、そこで試合できないのもすごく悔しかったし、本当それでもアウェーに応援駆けつけてくれてすごく嬉しかったです。最近ですけども、インスタのストーリーもかなり今、はい、話題になってますけども、はい、そこら辺はどんな感じでしょうか。そうですね、僕はあれは特に何も考えてないんで、たまたま青色が目についたから今日一日出会った青色をストーリーに載せてただけっていうか、そう、だからそれがすごいなんかファンの間でこう話題になってるみたいで、なんかすごい申し訳ないことしたなと思ってなかなか僕の自由な投稿を気をつけないといけないなと思います。いや、すごい盛り上がってますそしてオフは今どんな毎日を過ごしてますか。そうですね、まあ久々のしっかりとしたオフ、オリンピックもあってずっとバスケばっかしてきたので、もうめちゃくちゃ休んでやろう、何もしないで休んでやろうと思ったんですけど、やっぱり1週間ぐらいするとやっぱ体ムズムズしてきて、今週の頭ぐらいからもう体を動かし始めてバスケット始めましたじっとしてられなかったです最後にまた来シーズンに向けて、はい、今のお気持ちかなんかをお願いします、はい。そうですね、まあ、来シーズンはそうやって試合がなくなったりすることがないといいですね。みんなでこうマスクを外して声を出して応援できる、そういう環境があると僕たちもすごく嬉しいので、そうなってくれることを願いたいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、また来シーズンもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。カット、ありがとうございます。